信長がね、そう好き演技だと思うんだけど、ね、何考えてるの本当に分かんないじゃん、マジで狂気って感じの。そう、俺過去見た信長で最高かもしれんと思った。稼ぎを目がね、多分本物の信長に近いんじゃないかなって思ってる、狂気が満ちてる目で、カリスマ感もあるんだけど、狂ってる、しかも、まあ、ガチで愛知弁で喋るじゃない、はいはい、だからもうドギラーとかさ、もう最初光秀がさ、ね、地元の方言でのあれ、お国言葉でのお叱り、そう染み入りますみたいに言ってたの、はい、ずっとお国言葉だったんだけどさ、火星を超える信長出てくるんかなぐらいに思っちゃったね、マジで第六天魔王っていう名前にふさわしいダメ押しで心つかまれたのは、あの村重とのディープキスだね散々やっといて、やっぱお前は可愛いなって思う、土地狂ってると思ったもん、マジで見てて、でもそれが最高だった。やってることは DV 彼氏なんだよな。